正月パス正月パスとは、東日本旅客鉄道が発売していた、毎年1月1日限定で、JR 東日本全線と北海道旅客鉄道線の一部、一部の第三セクター線が乗り放題となる特別企画乗車券である。お年玉フリーキップは専用のチケットホルダー付きだった、JR 東日本が1995年より発売を開始した。 元日限定のフリーキップである。JR 東日本全線の新幹線、特急、急行、快速、普通列車の普通車自由席が乗り放題。1999年発売分までは、お年玉フリーキップ2000年発売分は、21世紀、お年玉フリーキップ2001年発売分からは、現行の、正月パスという名称に変更された。 2004年発売有効の正月パスからはフリーエリアが JR 東日本全線に加え JR 北海道中小国函館間が加わった。これに伴って値上がりしたため1日あたりに換算すると同じく JR 東日本が発売する3連休パスや土キ切符などの方が安い。しかし数少ない繁忙期に使える特キ切符とあって 毎年利用者は多い。2009年元日用は、正月パスと正月パスの2種類が発売され、料金は普通指定4階が1万2千円、グリーン4階が1万6千円。なお、2010年以降はふるさと行きの乗車券を設定しているため、正月パスは発売されていない。フリーエリア内であっても、蒸気以外の第3セクター線及び、 東海道新幹線は利用できない。特急、急行、普通列車の普通車自由席が乗り降り自由となる。あらかじめ窓口、指定席券売機にて指定券の交付を受けることにより、正月パスは普通車の指定席を4回まで、正月パスはグリーン車も含めて指定席を4回まで利用できる。ただし、指定席を5回以上利用する場合、 または事前に指定を受けずに指定席を利用した場合は、運賃のみ有効となり、別に、グリーン料金、特急料金等が必要となる。普通列車のグリーン車自由席、ホームライナー、新会社、個室などを利用する場合は、運賃のみ有効で、別に、料金券等が必要となる。ただし、正月パスに限り、普通列車のグリーン車自由席を何回でも利用することができる。 また、正月パスは自動改札機を利用することができる。また、新幹線指定席に乗車する場合は、改札入場時に本県と新幹線指定券を一緒に投入することで、新幹線車内での検察が省略される。ただし、座席の指定を受ける際は、指定席券売機は利用できず、緑の窓口に行く必要がある。このほか、駅レンタカーをレール レンタカー、トレン・フトクンの対象として利用できる。早手号の森岡八戸間と小町号の森岡北館間の立席の利用は、指定4回の発見回数に数えることなく、正月パス本件のみで利用できる。また、この区間に限り空いている席があれば着席することができる。ただし、この区間を超えて、早手号、小町号を利用する場合は、立席券がなければ乗車できない。 回数として数えられない、例回数として数えられる例仙台駅、森岡駅間の早手1、この場合はどちらとも1回としてカウントされる。前年12月31日からまたがって乗車する場合は0時を過ぎて最初に停車する駅から有効。その駅まで有効な乗車券と料金券等は別に必要となる。1月1日夜に、 夜行列車に乗車して1月2日にまたがる場合は、途中下車しない限り、フリーエリア内を利用することが可能。ただし、日付をまたいでから、新たに特急等に乗車する場合は、運賃の未有効となり、料金券等は別に必要となる。JR 東日本ホームページの今、おすすめのお得な切符より、ありがとうございます。